はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの F2BT、 こちらね、この付属のマイク、ピンマイクこれね、ついてていいなと思ったんですけど、やっぱね、実際使ってみるとこのマイクの取り回しというか、これを本体に入れておいて、これをまあ口元にセットして何か撮ろうっていう時に、例えばアウトドアとかで撮ろうとすると、このマイクがね、このコードが結構邪魔に、最初は邪魔にならないかなと思って買ったんですけど、意外に邪魔になるということが分かって、というのも例えばリュックサックとかね、リュックとかを背負っていて、リュックを下ろそうと思った時に、このマイクのピンマイクのこの取り外しが面倒であったりということがあって、ちょっとね、ここに小型のマイクがついてたらいいのになと思って探してみました。でね、あのロードのワイヤレス GO2 とかね、ワイヤレスのものもあるんですけど、ちょっとそこまで予算がなかったので、今回は F2BT でそういった小型のシステムを組めないかと思って探してみました。今回購入したのがこちらです。でね、オーディオテクニカさんのこのモノラル、これステレオとモノラルとあるんですけれども、モノラルマイクで、というのもね、確かこちらの本体がモノラル録音の機械だったと思うので、まあ、ステレオ買っても意味ないかなと思って、モノラルで、メインはね、音声を取るだけなので、私の場合はい、こちらを買いました。でショックマウント搭載っていうことと、値段はね、 Amazon で確か3780円で私が買った時はね、売られてました。はい、それでは早速開封してみたいと思います。はい、こちらが本体。これがウィンドスクリーンかな。デジタル録音機器対応の高音質小型モノラルマイクロフォンで、プラグインパワーということ で3極プラグ採用で、パソコンにも使用可能。それでこちらのズームの F2、 こちらのズームの F2 なんですけれども、以前私が大昔に買ったこちらのマイク、これがね、ここは黒い線が3本入ってるパターンと、黒い線が2本のパターンで、ね、このマイクが故障してるってことはないと思うんですけど、スマホで使う分には使えるんですが、この F2BT に挿した時に音がね、反応しなかったので、ちょっとこの曲の、これが4曲っていうんですかね。で、こちらが多分3曲になるのかな。の違いかわからないんですが、ちょっと反応しなかったので、今回はこちらの3曲のモデルを意識して購入してみました。内容物はこんな感じです。保証書。マイク本体、ウィンドスクリーン、ね、こちらの F2 のアウトプットにブスッと挿して、こんな感じでね、非常にコンパクトなシステムになるかなと思います。例えば服にこうやって留めておいて、自分の口元に向けてもいいし、まあ、ちょっとね、角度が違えばこうやって向ければいいっていうことでね、結構いいんじゃないかなと思ってます。で、こちらのマイクなんですけれども、ここに書いてあるように、指向性特性が、指向特性が単一指向性なので、多少ちょっとこう前方だけを捉えるような指向性になってるものと思われます。
といってもね、多分ショットガンマイクのように前だけを撮るっていうことではなくて、まあ全体を撮るとは思うんですけれども、でもね、一応単一指向性ということでなっています。じゃあ早速電源入れてみたいと思います。はい、このインプットのところがね、点滅してるので音が入ってるということだと思います。はい、ちなみにこちらのマイク、多分4極のマイクでは、4極のマイクがいけないのか、このマイクがと相性が悪いのかわからないんですけれども、こちらのマイクではね、あの音がね、こう入らない、インプットが光らないんで、こちらは使えないっていうことででしたので、今回こちらを購入しました。こちらのマイクとこの純正でついていたマイクね、音質の差にどれぐらい違いがあるのか、ちょっとね検証してみたいと思います。ではまずこちらのマイクの音声に切り替えます。はい、マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。よく聞こえていますでしょうか。はい、次にこちらの付属のピンマイク、こちらもね、口から同じぐらいの距離で、20センチぐらいの距離でこの F2BT で録音して試してみたいと思います。はい、マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。よく聞こえていますでしょうか。ここはね、こうなんかショックマウントみたいになってるんですよね。なので多少何かそういう音とか、まあ、伝わりにくい構造にはなってると思うんですけど、振動とかね。でね、このねウィンドスクリーンをかぶせて、じゃあね、一応ウィンドスクリーンかぶせた状態でも録音しておきますかね。これで録音してみたいと思います。はい、マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。よく聞こえてますでしょうか。はい、マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。よく聞こえていますでしょうか。はい、マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。よく聞こえていますでしょうか。マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。マイクのテスト中、音声はいかがでしょうか。よく聞こえてますでしょうか。はい、こんな感じでね、ちょっと自分としては結構コンパクトなサイズで、まあね、ワイヤレス GO2 とまではいかないですけど、ロードのこれでね、結構運用楽になるんじゃないかなと思います。ちょうど入る袋がついてきて、まああんまり使わないとは思うんですけど、それでも質感はいい袋ですね。うん、これ良さそうだね。これでね、これからなんかキャンプ動画とか、例えば部屋の中で撮るときとか、うん、Vlog のときとかね、ちょっと役に、なるべく Vlog も挑戦したいなと思いつつも、いつも音声で悩まされて、
なかなかね取れなかったり、でまたね家族で出かけたりするとね、やっぱどうしても子供の声とかいっぱい入っちゃうんで、なかなか撮ってもお蔵入りっていうパターンが多いんですけれども、これからはねちょっとずつもしできれば Vlog の方も頑張っていきたいなと思います。このねライカの1インチエディションの360度カメラよくね使ってて、非常にね家族の休日を撮るにはすごいいいなと思ってるんですけれども、この時にね音質がちょっと悪いので、こちらで合わせて撮っておけたらいいなと思ってます。概要欄にねこの商品のリンク貼っておくので、もし気になる方がいたらぜひチェックしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた。